も君に会えていい日に。
ありがとうございます。結構いいんじゃないですか、調子の話ですけどもね。7月の12日でございます。皆さんご機嫌いかがですか。竹村照之ですけど、なんかモノマネしてみたいになったけども、いろいろありますね。皆さん元気しますか、元気にねしてますか。じゃあまあそんなんじゃないんやけどね、いろいろねお出かけにも気使う昨今でございます。妄想の中では遊びに行きましょう、デートに行きましょう、デートプランという曲を歌います。
ありがとうございます。ビアーズカフェで山田聡じゃないわ、ミラレソシオとツーマンライブして以来のライブでございます。不安でしたね。いけるかなと。歌えるのか、お前と。あんま練習してないしと思いながらね、来ましたけどね。まあ、楽しいかな。やっぱりね、2曲歌いましたけども、楽しいなと今思ってます。この気持ちで次の歌も行きたいと思います。タイトルちゃんとね間違えたくないからね、次ね山田聡とツーマンライブ最後にした時に1回だけ歌った曲があります。2人のデートプランっていう歌です。間違えた、今の2曲目がデートプランで2人のテーマソングっていう歌です。歌います。
これやったことある人おると思うんですけど、今ビニールのシートのインサイドで、まあ、シャウトしてるんですけど、なんか気持ち、なんか分かります？万華鏡みたいな状態っていうか、なんかふえーってなってきて、なんか 入ってもうたみたいなね、あの非常に私のポテンシャルが引き出されてる状態だと思いますね。皆さんお得な状態で楽しんでいるということですね。はい、つまりあの最大の竹村君を楽しんでいるということを今言っております。ふーんって言われました。その通りでございます。はい、中盤戦に入りますよ。今日はいっぱい歌うんですけど、今20分ぐらいやりました。チューニング中に私喋るようにしてんねんって言ってる人がいたんで、僕は別に喋らんでいいんちゃうんって言ったりしましたけど、喧嘩になりそうなんで、僕もこれからチューニング中も喋ろうと思いました。はい、あ、カッポつけんねやったわ。いろんな歌を作ってるつもりなんですけど、あの基本ラブソング好きなんで、ラブソング好きですけど、あのあれあるじゃないですか、弾き語りやし、我が思いを世界に発信みたいなとこもあるし、そういうのはもう僕も一応やってます。それ次歌うんですけど、あのめっちゃねこれっていう感じなんです僕の中では。でもいつもね自分の歌詞見てね、あんまようわからへんと思いながら、でもこれなんやと、ようわからん気持ちを伝えたいということでね、そういう歌を次歌いますんでね、分かったような感じで帰って聞いてください。こう泣いたりしながら聞いてください。では今日を行くという歌を歌います。背を向けてたはずの
とうございます。俳優という曲を歌います。懐かしいバスの窓から他人の輝きがあの頃ありがとうございます。俳優っていう歌でした。学のある方々なら漢字をご存知だと思いますが、わかります？海遊館の海遊ちゃいますよ。海に遊ぶちゃいますよ。あの回るっていうか1回2回とか3回4回とか5回6回の回に言うで、なんか俳優っていう歌でした。じゃあ俳優やんけ次の曲ね。はい、はい、ちょっと緊張してるんでしょうか。僕何曲目かなっていうの今番号も振ってんすけどね。あと3曲やります、宣言しておきます。はい、あと3曲やります。うん、1個1個やらんとねわけわかんないからね、ちゃんとなるかなと思う。はい、俳優という曲が一番新しい曲でありました。はい、この歌はですねいろいろありまして、なんかね曲作るときいろいろあるじゃないですか。歌詞書いて作ったり、ふんふんふんって言って作ったり、はい、これは何のこの話したんやろ。あ、別に普通にいつも通り鼻歌から作ったんですけど、あの前ねベアーズカフェで始まった別世界の魔物っていうイベントで、そのイベントでは参加者っていうかアーティスト、参加アーティスト同士がお互いの曲カバーするんやけども、一曲ずつやったんですけど、その僕の会はね、僕が今から言ってる会はよ、その会で、あの豊田ボンさんっていう人の歌をカバーしたんやけど、そのカバーした時に
ボンさんギター上手なんですけど、僕はその弾かれへんからコード進行自分で作り変えてやったんですけど、そのコード進行があまりにも僕的にも神ってるわと思って、神ってると思ったから、当時流行ってたのかな分からへんけど、神ってるって思ったから、なんとかこれ流用しなあかん思って作った曲が今の回遊という曲ですね。はい、神ってますね、相変わらずね。いい響きでやったな。次の曲はこれ続きます。次の曲はね、一番僕が最初に初めて作った曲、日常と献身という曲なんですけど、この曲はもうコード進行僕気に入ってて、なんでかって言ったらね、もうめっちゃダサかったわけよ。初めて作った曲やから、シンプルイズスタンダードオブベストキングみたいな感じで、めっちゃシンプルやったから、あまりにもダサいと、もう自分でやっててダッセって思ってたから、そんなんじゃいかんと思って、もうこねくり回してかっこよくした。次のかっこいい曲はもともとダサかったから、そのダサいのかっこよくしたっていうのをみんな分かってと、これ言わな分からへんがなっていうので言ってます。はい、僕は努力の人ということがこれで皆さんよく分かったと思うんですけど、そういう熱いメッセージを聞いてください。日常と献身というです。
ありがとうございます。ふうふう、汗汗。あと2曲です。別世界の魔物というイベントで作った曲、別世界の魔物という曲をします。間違いだらけを繰り返し、今日もまた一つ失った。正しさの影に隠れてる藁に気づきもしないまま、いつもいつもいつも手遅れになった後で、別の世界へ、別の世界へ、別の世界へ行きたい。別の世界で、別の世界で、別の世界でやり直そう。また出会えるように、別の世界で、別の世界で、別の世界で行きたい。別の世界へ、別の世界へ、別の世界へ捨てたろう。超気持ちいい、ね、超気持ちいいんですけどもね。はい、別世界の魔物という曲でした。ビアーズカフェから始まったイベントで、そのビアーズカフェで僕初めて歌った、イベントに歌った曲だったぜ、yeah、
ね、ちゃうんですよ。これなんでこのボケてるか変なこと言ってるかって言ったらね、とって反省してることを示しております。あのね、ベアーズカフェにお世話になりまして、あの弾き語り やり始めてすぐからね、もう何年とかあんま考えてきてないから分かれへんねんけど、 2,3 年ですよ。3年ぐらいですね、はい、3年とします。仮に3年とします。はい、でずっとこうアドバイスをもらいつつやってるわけですよ。こうしてみたらみたいなね、あの独特の柔らかいけどもなんか芯のあるぐさっとくるやつ、柔らかいぶさーってくる切られるやつで、あーってなるんですけど、でまあ毎回一応ね、一応というかその次会う時までにはクリアしてきたいじゃないですか。前田さんだけに限らず誰かにもらったアドバイスってね、次その人に会うまでにクリアしてどうやってやりたいじゃないですか。でやってきて今に至るんですけど、僕ねこんなことを言われました。あのちょ MC あのカッコつけてもいいんじゃないでしょうかというあのアドバイスをいただいたのをやってる最中に、これじゃないんよなと思いながら喋っておるわけですよ今ね。多分これじゃないんやなと思いましたんで、まあこれはこれで可愛いですけども、竹村照吉の可愛い一面ですけども、まあそんなもんはオフでも見せれますんで、オンステージでだけ見せれる竹村照吉をこれから、やっていこうねっていうことで、数ヶ月前ね、その引退してないけど、あのこの前の一個前のちょっと、当分前のライブぐらいの時に言われた気がしますんでね、全く覚えてませんでした。すっかり忘れておりましたが、やはりこの場所が思い出させるというか、ここに立ったらね、あっはっってなりましたんでね、かわいい竹村照吉は今日で見納めでございます。皆さんこれを胸に刻んで、次回からはイケメンの竹村照吉と仲良くしてあげてください。あの頃の竹村くんは可愛くてよかったなとかいう話をね、今後ともしていけたらいいかなと思いますんで、末永くお付き合いよろしくお願いします。まとまってきましたね、これね、まとまりましたんで、次最後の曲コレクションという曲を歌いますね。まあいろいろございますが、一瞬一瞬大切に生きるということは、別に状況は関係ないと思っております。私め、常日頃からそう思ってやってまいりましたので、あまり世間にも流されず、これからも我が、信念として一瞬一瞬を大切にやってまいります。ではコレクションという曲を聴いてください。この後は変態ピアノ弾き語りの松原さんのライブでございます。楽しみましょう。ありがとうございました。それでは ありがとうございます。最後の曲歌います。コレクションという曲です。いつも通りも少し
旅人のよう手を振った悲しみはもういらない、さよならを告げるけど一緒にありがとうを言おう、振り返ればきっと失ったものばかりじゃない、涙もまだにじむけど笑顔でありがとうを伝えよう、歌はこうして生まれる、あんなに苦しい
らない街に出て名も知らぬ人たちと最後は心交わし合えた。あの人に似ていた心の扉開き始め、懐かしく思うより今でもざらついた胸の奥、あの日の歌が流れ出す。あんなに悔しい夜を思って笑い話にはまだ変わることのない寂しさを引き連れて、どこかで会えるかな、いつかは会えるかな、二度と会うこともないかもな。会いたいのならば会いに行けばいいさ、このままでいいとか本当は怖いだとか、君を思って歌い出す。今でも君はここにいる。歌はこうして生まれる。こんなに優しい答え合わせて、きっとどこまでも続くなんてこともない。幸せに抱かれて新しい希望になる。歌が生まれる。ならら、ならららららら。ありがとうございます。ありがとうございます。業務連絡、音のバランス大丈夫ですかね。ピアノ出てます。大丈夫、大丈夫ですか。あ、わかんないです。あの、外音が大丈夫なら大丈夫です。どうも失礼いたしました。本日はですね、こんな、情勢の中ですね、集まっていただきまして本当にありがとうございます。もう本当にね、とっても楽しみにしていたライブといいますか、まあ2月の終わりにやって以来、昨日が、その第1発目で今日が2発目ということで、久しぶりの週末、待ち遠しい週末を、過ごしております。なんていうんですか ね今日はね、竹村さんとのツーマンライブということで、なんと言いますか、その回もあってか、魔物のメンバーがたくさんいらっしゃいますけれども、その、別世界のままね、先ほど、イベントの話をしてましたけれども、その時にですね、僕がカバーをしていただいた曲をね、次にやりたいと思います。さざ波という曲を聴いてください。その類は感じたくなかった、だから諦めた。平和な毎日は感謝を忘れたら
れてゆくのかな。こうやってライブをさせていただいているのもとても幸せな話なんですけど、皆さんはもうライブされましたか？された方を皆さんやはりされてますね。あのですね、やっぱりこうライブできていることがまあとてもありがたいと言いますか、もう2ヶ月に3ヶ月前の時は もっと続くんじゃないかっていうのがすごく思ってて、もうこのままあと3ヶ月4ヶ月夏終わりぐらいまで会えないんちゃうかなと思ってた時期があって、まあその時にですね、もうこうなんていうの、仕事の相手とか家族とかは、まあ、なんていうか会うのを許されているというかいう感じがあったんですけど、音楽で会う人となかなか会うっていうのがですね、こう理由がないと会えないというか、そう音楽を理由にしてもらえないというか、そういう空気がすごくあって、たんですけど、うん、まあ、そこの気持ちを使わせてもらってですね、ちょっと会えない人への思いを歌った歌っていうのをですね、あのこの自粛の最中に作ったんですけれども、次の歌はですね、まあ、最後の歌というタイトルの曲をね、歌わせていただきたいと思います。聴いてください。離れたまま二度と会え
今日はですね、尊敬する前澤健一さんの、素晴らしい紹介、変態ピアノ弾き語りということで、ね、やらせていただいてるんですけども、ちゃんと変態をしなきゃいけないなと思って、変態な曲を次やりたいと思います。一番自分の曲の中で変態っぽい曲をやりたいと思います。
を向けられることない。ない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 。ない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 。ちゃんと喋ってなかったですけど、配信の方もやってるんでね、コメントしてくださってる方がいらっしゃるみたいで、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ここからですね、ちょっと自分のライブであんまりやったことがない、長尺 MC っていうのをやろうと思うんですけど、長尺、長い MC をやろうと思うんですけどね。ただ僕のつまらん話を聞いててもなんていうかあれなんで、ちょっとだけ頑張ってね、こうエンターテインメント風にしようと思ってタイトル考えました。都市伝説、松原が歌を作り始めたきっかけと映画空人っていうねタイトルでねやったいと思うんですけどね。皆さん映画空人は知ってますかね。知ってる方よかった多いですね。まあこのまずは作り始めたきっかけの方をしたいと思うんですけどね。まあ小さい時にピアノをね習ったりね、
まあ、高校の時はコピーバンドをやったりとかをして、まあ、普通にやってたんですけれども、まあ、そんな遊んでいたらですね、大学は全部、ね、滑りましてですね、浪人生になりましたという話なんですけど、その浪人生になった7月ぐらいの時なんですね、まあ、その時僕合唱のグループに高校の時入ってたんですけど、その時の、まあ、なんか中心メンバーみたいなのがいて、その中のさらにリーダーっぽい人がいたんですけど、その人が亡くなっちゃったんですね。でまあそのいろいろあったんですけど、まあまあ、その人僕にとってはすごく魅力的な人でだったんですけど、まあ、実家がちょうどクリーニング屋さんとかやってて、なんかすごく実家が忙しくなったりとかして、大学の課題があったり人間関係うまくいかなかったりとかで、でちょっと飛び降りみたいな感じだったんですけど、それでですね、まあお葬式とかやって、でそれでまあ1、2週間経った頃ですね、その合唱のグループのメンバーに呼び出されまして、まあ7人か8人ぐらいいたんですけど、でその時にそのまあその合唱のリーダーの人が M 君っていう名前だった、まあ仮にね M 君、 M ちゃんじゃなくて M 君ね、分かる人分かるM 君という人がいましてですね、まあその人の追悼ライブコンサートをやろうという話になったんです。で、まあ、なんでそんな話になったかっていうのなんですけど、まあそのまあ、M 君 の、 その親がですね、あまりに悲しすぎたのかですね、M 君 の、 ですね、持ち物とか服とか、なんだろう、服とか、まあ、そういうな全部写真とか、もうそういうのも全部捨てちゃったという話になってて、これはもう、なんですかね、ちょっと怒りに似た感情がありましてですね、もうそんな忘れる、なんかそんな風に忘れられるなんて、悲しいっていうのがすごくあってですね、まあ、そのまあ友達の中に一人が、もう俺たちだけでも覚えてやれるように、なんかそう一つなんか何かやろうぜみたいな話があって、でそれでやったっていうのがあるんですね。でまあその時にですね、まあ7月に亡くなって9月にライブやるっていう超タイトなスケジュールでやったんですけど、それでまあ彼が好きだった、まあ曲とかをですね、こう10曲ぐらいですかね、10何曲あったかな、もう覚えて、みんなほとんどバンド未経験だったんですけどやって、でやったんですけど、まあそれはそれで、まあちゃんとライブハウスも借りてね、やったんですが、その時に本当はオリジナル曲を作ろうと、まあ彼に向けてのメッセージを作ろうという話だったんですけど、まあそれを作る作曲できる2人ぐらいのうち、僕はまだ作ったことなかったんですけど、まあ作ろうとやろうとしたんですけど作れなかったですね、その間に合わなくて。でその時の心残りみたいのが残ってて、そこからなんかできなかったっていうのはあって、なんとか作りたいなっていうのがあって、そこからだんだんと作り始めたっていうのが、僕の歌を作り始めたきっかけの話です。これが一つ目の話で、で二つ目は映画ソラニーの話なんですけれども、まあこの映画ソラニーというのはですね、宮崎あおいさんがね主演をして、漫画が原作なんですけど、割とまあ有名な映画なんですが、まあ大学を卒業したで1年ぐらい経った頃のカップルの話なんですけど、彼氏さんの方は音楽を諦めきれないフリーターさんで、彼女さんの方が社会人になったはいいけどちょっとうまくいってない女の子みたいな感じだったんですけど、でまあ一回その彼氏の方もやっぱやる気を出して音楽頑張ってみるんですけど、最終的にはちょっといろんな壁にぶつかって諦めると。でそのまあネタバレになってしまうんですけど、その諦めた時のに交通事故にあって死んじゃうっていうお話なんですけど、でそれでまあ彼が残したソラニンという曲があるんですけども、その曲を彼女さんの方が必死に練習して、その彼の友達とかを巻き込んでライブハウスで演奏するっていうお話なんですね。でまあそれをですね、まあ僕10年ぐらい前にですね、その映画 DVD で借りて見たんですね、ソラニン見てた。そしたらですね、まあ、こう物語の終盤の方にライブハウスが出てくるんですけど、まあ、それが見てびっくりしたんですね。このライブハウス知ってるぞと。そしたらですね、僕がその追悼ライブコンサートでやったライブハウスだったんです。こんな偶然があるんだと思ってですね、僕はすごいびっくりしたんですけど、まあまあ、それにまあ物語としてもですね、実はそのさっき合唱のグループって言ったんですけど、それとその亡くなった M 君の彼女さんも一緒に参加してやってたんです。だからもうその彼女さんとの友達で集まってその追悼コンサートをするっていう、そのシチュエーションも場所も一緒だっていうことになって、そうこんな偶然があるんだなとびっくりしたっていう話なんですけど、でも本当にこれ偶然なのかなと後で思ったんです。で調べてみて、
そしたら、ね、まあ、作者の浅野犬雄さんという方がいるんですけど、彼は、まあ、あそこにその、まあ、アクトっていうライブハウスなんですけど、そこのに出入りをしてて、でお客さんとして見に行ってたということがあったんですけど、まあまあ、僕と同い年だったんですけどね、だからちょうど僕は浪人生で彼が大学生ぐらいの時だったんですが、あのここから完全に妄想の話なんですけど、そのライブハウスのイベントスケジュールのところに、普通だったらまあ貸し切りだったら貸し切りって書いてるだけのところもあるんですけど、当時の時僕のその時は、ね、M 君追悼ライブコンサートっていうのがしっかりそのイベントの名前に書いてたんですね。だからまあこれは本当に妄想の話なんですけど、もしかしたらその浅野さんはこの文字を見たんじゃないかなと。そこからあの、そこの物語っていうのが生まれる一部になったんじゃないかと、ここでようやく都市伝説戻ってきます、信じるか信じないかはあなた次第です。というわけで、ご清聴どうもありがとうございました。大丈夫でした。まあまあまあ、まあ完全に妄想の話ではあるんですけどね、あの、まあ、でもまあ自分にとっては そんなことがあったっていうのはなかなかこう心に響くことというか、何でしょうかね、あの一つ何かがあの時に明らかにその追悼ライブコンサートって自己満足の世界なんですけど、その自己満足のことをやってよかったかどうかっていうのは当時は分からなかったというか、自分の人生の中でも折り合いつかじゃなかったんですけど、まあ、空にのその映画を見たことで、ああいうことやってよかったなっていうふうに思えたっていうのが一番の収穫でした。あの、まあ、今の曲の中でもいろんな曲がその頃思ったことを元に作ってるっていうのもあるので、その中の一番まあ影響を受けた曲といいますか、まあ、その M 君だったりとかその M 君の彼女さんだったりを思って歌った歌がありまして、盲目の日々という曲があるんですけど、これが一番古くから歌っている曲になります。盲目の日々という曲を聴いてください。全てはきっと優しい。
全ての答えを探してる。ララ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 濃厚接触でしまった。いや、まあ、マスクしてるからいいかな。はい。トミー、止まってもらえない。動画やから。はい、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。今日も始まる前から松原さんの熱い感じの、ね、熱気圧でした、やはりちょっとソワソワしてましたね。はい。気合がにじみ出すぎても、そうですね、ちょっと怖いぐらいの狂気を。並んでましたから、お客様に来ていただけるってだけでワクワクが止まらなかったですね。いやでもね、ありがたいですよね、お客さん本当に、ね、来ていただいて。そうですよね、今日予約要請やから来てくれるって分かってましたけど、うん、そうですね、確かに確かに、お二方から投げ銭もいただいてます。あ、ありがとうございます、配信もありがとうございます。あるということなので、まず松原さん。あ、はい、僕の方はですね、7月の28日の火曜日に、めいこさんが主催されているお二人様というね、素晴らしいイベントです、ね、素晴らしいイベントがありましてですね、こちらのライブにお邪魔させていただくことになっております。よろしくお願いします。はい、僕はもう詳細覚えておりません。25日みたいです。25日に一本ライブ決まってます。それで終わりでございます。あ、終わり、いや決まってるライブは終わりですからね。全力でやりたいと思っております。はい、で今日は二人でしたが、ね、お客さんもね、楽しんでいただいたような空気がちゃんと伝わってましたので、よかったですね。良かったですね。僕は楽しかったです。僕は楽しかったです。松原さんも、今日は、また今日もカバーしていただき、ありがとうございました。すみません、ちょっと間違えちゃいましたけど、いや、なんとか、歌いました。ニコ演出をね、尊敬する前田さんもね。いやあれせこいわ。なんだせこいわ、やられたら。いやいや、もう最後はもうあの歌しかないかなと思いました。ありがとうございます。いやでもまあ正直そのショールームでね、とかその配信の時に最後に一応歌われて、やっぱりこの歌が締まるとすごくいい雰囲気になるなと思いました。いやもう相手最後だってね、アリアスカフェの動画見るってことは毎回必然的に頭のイントロ聞かされるっていう、そうシステム聞かされちゃう。耳についておったわみたいな。あれ本当は最初違うオールディーズの曲をやってたんですけど、ですよ、ね、あげるたびにYouTube からお知らせが、著作権が他の人持ってます、消す必要はありませんがって毎回来るんで、それでもうやめたんですよ。はい、ユーザーに回るってことですね、俺のやつは。そうそうそう、それで訴えられた俺、なんかどっかからパクってんのバレたかな。それ辛いな。いやでもね、前回のここ以来、竹村君。そうです、ね、間ライブがなかったけど、今日めっちゃ声出てましたよね。出てましたね。ねえ、よかった、もう安心したわ。ライブやれへん方がいいんか分かる。そうですね、ちょっと、疲れてたでしょうね、体がね。もうボロボロやったんが、ちょっと、自粛期間でこう、あるかも。めちゃめちゃ調子いいやって。今日調子良かったですね。めっちゃ気がしてもらいました。よかった、安心しました。よかった、ありがとうございます、ね、ということで、またよろしくお願いします。ありがとうございました。自分にとって楽しい時間というのはね、あっという間過ぎ去ってしまうもので、次の曲で、最後になります。とか言ってくださっても曖昧。嘘です。すいませんでした。慣れないことを言ってしまいました。そうですね。まあ次の曲で終わりなんですけど、宣伝だけ。あと決まってるライブ1個だけしかなくて、次のライブは、カツオさんでやります。お二人様というところの、ちょっとお邪魔させていただくんですけれども、その時はですね、がっつり。違う自分と言いますかですね、簡単に言ってしまうと民謡踊りの松原をね、がっつり見せるイベントになってますんで、ね、もしご興味がある方はぜひチェックしてみてください。配信でも多分見れると思うんで、アホなことやってるなっていうふうなことが見ていただけたら幸いです。それですね、あとは何かな、まあ、この7月はですね、まあ、初心に帰ろうっていうこともありましてですね、まあ、先ほどの話も
まあ、音楽始めたきっかけというか、まあ、そういうところも話させていただいたんですけど、まあ、いつもうこういうライブ活動ができなくてもなってもいいようにといいますか、もう自分のね、持ってるものを全部出して、また、自粛とかそういうことになったらですね、なんかなんだろうな、その時に あんな楽しいことあったなと、思いながらね過ごせるようにいい思い出にさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。松原文明でした。次はですね、最後の曲はですね、今とてもカバーするのが流行っている曲をね、僕の尊敬するアーティストの曲をやりたいと思います。タイトルはですね、また今日もという曲です。どうもありがとうございました。
祭りの話とバカな恋人の夢の話、あんな嘘間にふけていた僕はなんて恥ずかしくて幸せなんだろう。夕暮れの街が映し出す映画のヒーロー。